道吾、後日向国分寺跡は、宮崎県西都市にある古代から、近世の寺院跡。明治4年に廃寺となった。廃寺当時の宗派は、新言宗、三号は、ご地山、本尊は、ご地に由来。現在は、国の史跡に指定されている。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に建立された。 国分寺のうち、日向国国分寺の寺院跡にあたる。本校では、日向国部天寺跡についても解説する。日向国分寺の混流時期については、記録が残っておらずは明らかでない。俗日本記の天平商法8年12月20日上に、日向を含む26カ国が記載されていることから、国分寺。 国分二次混流の御事のりが発せられた741年から756年までの間に混流されたと考えられている。公認式には、日向国分寺寮の主税が一万束であったことが見える。ごち如来座像天明八年には、遊行像として全国安刊の途中であった木敷が、日向国分寺を訪れた。 来宝寺の当時は衰退していたが、地元民に壊れて、住職となったという。完成3年に火災によって道具が消失したため、木敷は再建に尽力し、ガランの混流や仏像を作った。そして、完成9年に当時を出発したという。廃仏希釈にあたって、明治4年に当時も廃寺となって取り壊されたが、ごちに来像は、 地元の信仰者の手により保護された。その後再建されたが、戦後間もなく台風のため倒壊した。再度再建されたが、ごち如来らい像を安置するための施設が建てられた際に、取り壊された。斎と原古墳群が展開する、斎と原大地の南部、一段下がった、低地上に位置する。国分寺、国分は寺は、国府の近くに置かれるのが通例であるが、 当時の場合は少し遠い位置にある。発掘調査は1948年に、日向高校調査団、1961年及び1989年に、宮崎県教育委員会によって実施された。その際、総互跡と推定される意向が確認されたが、主要柄の配置については、明らかとはならなかった。その後、1995年から、 サ都市教育委員会によって調査が実施され、近道のものと推定される掘り込み事業跡、注文跡、回路跡とその外側に巡らされていたと推定される溝が検出された。このように、主要が乱配置についてもわずかながら、明らかとなりつつある。アマデラ跡石碑荷跡は、創地の北方約600メートル、現在の宮崎県立妻高等学校の敷地内が、 推定値となっている。当地からは、国府や掃除と湿度のものと、同時期の政策とを見られる瓦が多数湿度している。調査では、溝が検出された程度で、未だランは明らかではない。所在地周辺日向国部アマデラートに関するカテゴリー、ありがとうございます。